うっぷ、もう無理。私の頭は活字のサンドストームです。なんだ、まだ半分だろう。お前が助けてくれって言ったんだぞ。言ったけど、何故図書館です？刑事さんって言ったら、こう尾行したり張り込んだりとか、そういうイメージだったです。誰をだ？だいたいまだお前の言ったことが本当かどうかもわからんだろう。今日になってもあいつらから連絡が来んのは事実だが、年頃の連中が一日いないくらいで行方不明とは決めつけられんさ。すみません、東島さん、信じてくれてないんですか？本当に本当なんですよ。分かったから、まずは座れ。別にお前のことを疑ってるわけじゃない。昨日も言ったろう。俺の経験じゃ、だいたいそういう山の裏には実際にそう見える仕掛けがあるんだよ。仕掛け？そうだ。だからお前が見たものは実際にお前が言った通りだったかもしれん。だがそれが本当に化け物話かどうかなんざ、話を聞いただけじゃわからねえんだよ。ま、世の中にはどうにも説明のつかんこともあるようだがな。うむ、にしたって向こうにパソコンコーナーとかあるですし、こうやって活字のサンドストームするよりネットで検索する方が早くないですか？そっちは本業に任せときゃいい。こっちの知り合いに少し頼んどいたからな。警察の人ですか？すごいな、やっぱり刑事さんなのだな。個人で調べ物を頼んだだけだ。それにしちゃくせえ話も出てきちゃいるがな。くせえですか？お前のことじゃない。まあいい、とにかくそっちは置いとけ。だいたいネットの情報ってのは不特定多数のいらん善意の集まりみたいなもんだ。何が正しいのかきっちりわからねえ限り、こっちの欲しい情報はつかめんからな。結局自分の足で稼ぐのが一番早いってことさ。ふうむ、そういうものですか。何でも手伝うんじゃなかったのか？もちろんです、私何でもすべし。ました。一つ聞いていいか。お前ユータ氏とは会ったばかりだろう。なぜそんなにあいつらに親身になってる？仲間って言ってくれました。私小さい頃からいろいろ変で、あまり友達もいたことなかったです。ある人に憧れてこの世界に入って、こうやって今はお仕事もらってますけど、今もあんまりメンバーのみんなとだってどうやったら仲良しになれるかわからなくて、だから嬉しかったですよ、仲間って言われて。そうか。ま、こうやってついてくるのは構わん。だがお前が手伝うのは調べ物だけだ。勝手なことをしたり不用意な行動は控えろ。余計なことに首を突っ込む真似はするんじゃない。いいな？はい、やります。お手伝いです。ナナコもお手伝いする？本当？じゃあナナコちゃん、一緒に調べるべしですよ。調べるべしする。勘弁してくれ。まあいい、じゃあ引き続き調べるぞ。マシタはそっちのゴシップ誌から今回の事件に関係しそうなものを洗ってくれ。いや、お前はそれは読まんでいい。お前は、そうだな。ナナコちゃんは司令官さんです。こっちが読み終わったやつで、こっちがまだのやつですから。わかるようにして、私とお父さんに順番に渡すべしです。わかった。じゃあナナコ、渡すべし、するね。はーい。すまん、気を使わせて。全然です。
いざ調べ物開始。関係ありそうな記事と、一押しアイドル、あ、カナミンキッチン6位だわ。リセ先輩3位、ダメだ、まだまだ勝てぬですな。違う、絶対違う、これ今は関係ない記事です。電子テロ、ウイルスさんのお話。あれ、でもこれって人気フェスサイトの視聴者が意識不明の重体、患者急増も原因わからず呪いがささやかれるって。堂島さん、これ集団許諾症か。まさかここで出るとは思わなかったな。堂島さん、何かご存知なんですか？さっき話したくせえ話ってのはまさにこのことだよ。今朝方こっちの知り合いと会ったんだが、まさにその時話に出てな。その時は被害状況まで話さなかったが、この書き方じゃそれなりの数が被害に遭ってるってことだろう。これは調べてみる価値がありそうだな。探りを入れてみるか。はい、よろしくお願いします。って、どうした？しまった、もう行かなきゃです。午後はダンスのレッスンが入ってて。こっちはいい、ユウから聞いてるよ。なんとかフェスまで時間がないんだろ。どの道こっからは俺の領分だ。お前は自分のやるべきことをやれ。すみませんです。カナミン、行っちゃうの？またすぐに会えますよ。それともナナコちゃんも一緒に行きますか？スタジオでレッスンするだけですけど。いいの？行きたい。ナナコ、あまり困らせるんじゃない。ダメですか？私もナナコちゃんともう少し遊びたいですけど。そうは言ってもな、お前も未成年だし、いろいろ責任の所在とかもあるだろう。わかりました。では井上さんに確認してまいります。それやれやれ、若いやつにはついていけねえな。帰りは井上さんが車で送ってくれることになりましたです。ダメですか？まあいい、なんでお前がそんなに必死なのかは知らんが、だったら奈々子をよろしく頼むよ。やったやった。二人とも、ナナコちゃんのこと改めて先生に伝えといたから安心していいよ。はーい、お二人さん、まあ可愛いやだ。どうしましょう。幼女が見学にって聞いてたけど、これまたとびきりの可愛い子ちゃんじゃない？怖がらしちゃった？大丈夫よ、噛まないから。ナナコちゃん大丈夫です。この人は私のダンスの先生ですよ。先生？そうです、すっごくいい人。見た目は怖いですけどいい人なのです。カナミ、その意見シビア。まあいいわ、ナナコちゃんも楽しんでって。じゃあ僕は一回出るから、終わる頃にまた迎えに来るよ。あら、何ミノル、忙しそうじゃない？そうですね、まだ例の件が解決してないので。もうほっといてあげなさいよ。思春期の家出なんてよくあることよ。そのうち戻ってくるから、心の整理つける時間くらいあげなさいって。先生、かなみちゃんたちもいるんでその辺で。
そうだわ、ごめんね、かなみ。ナーバスな話題なのに、あたし、ちょっと無神経。あ、いえ、大丈夫です。井上さん、ももっちたちってやっぱりまだ連絡とかないんですね。まあそうだね。でもこっちでフォローしてるから、かなみちゃんは心配しなくていいよ。じゃあ僕は行くから、また後でね。さて、やりましょう練習。あ、ダメよかなみ、あんた気持ちがついてきてない。え、あんたさっきの話気にしてるの顔に出てるわ。そういう時はね、一旦でも本当に吹っ切っとかなきゃダンスにも出るの。出ちゃうですか。あら、そうよ。ダンスはね、悲しいとか嬉しいって気持ちを表現して見てる人に伝えるものなの。当然本人が寂しいって考えてると、それが相手に伝わっちゃうのよね。伝える。やだ、ちょっとあなた大丈夫？かなみ、頭痛いの？うん、大丈夫です。ちょっと頭痛が痛いなんちて。吹っ切ったです。練習やりましょう。いい顔になったわね。じゃあ今日はおさらいからよ。かなみ、こないだの振りはマスターした？多分。かなみ、頑張れ。それじゃ、行くわよ。かなみ、オーレディー。よし、踊るべし。お願いします。オッケー、それじゃあミュージックスタート。かなみ、ダンスするんでしょ？ななこ、ここで見てるから頑張ってね。私も嬉しいです。ナナコちゃん喜んでくれました。ナナコちゃんにダンス楽しいよって踊ったですよ。見てる人に伝わってると頑張れるな。誰でもそうです。きっとあの人も。あの人？あら、かなみ、まさかあんた。いや、私ってば何言ってんでしょう。あの人って誰？そんな人いませんですよ。いいのよかなみ、恋は女をビューティーに変える。身の上は内緒にしといてあげる。やあ、やってるね。少し早く着きすぎちゃったかな。井上さん、お疲れ様です。かなみちゃん、堂島さん来てるよ。何か話あるみたいだったから空いてる楽屋に通しちゃったけど大丈夫かな。堂島さんが？ありゃ大変だ。私ちょっとだけ行ってきます。七子ちゃん、ここで先生と待っててくださいね。お父さんとお話？わかった、七子ここで待ってるね。あ、かなみちゃん、いや、いいんだけど、堂島さんに変なこと話してないよね。あの、私。まあいいよ、行っておいで。ただほら、堂島さん本職の人だから、話題ちょっとだけ気をつけてね。いいんですか？僕はかなみちゃんの監視役じゃないからね。無茶なことだけしないでくれればいいよ。まあ、リセちゃん担当してるとこんなの日常茶飯事っていうのもあるかな。リセ先輩に感謝です。では。若い恋っていい。もうなんか背中から甘い匂いがするわね、あれ。そんなんじゃありませんから。かなみ、恋してるの？誰に？まあ、その
それは置いといたとして、あんたもそのうちわかるわよ、しびれる恋のかいか。ナナコしびれるのやだよ、痛いもん。痛いかどうかはあんた次第よ。苦い思い出も時には人生をふくよかにするの。痛みや苦しみを乗り越えた先にこそ、めくるめくバラ色の世界が広がってるんだから。難しいのはわかんないけど、ナナコもお花は好きだよ。あら、あんたなかなか渋い返しするわね。そうだ、せっかくだしちょっと私のレッスン受けてみる？しかも無料にしとくわよ。あんた半年分はラッキー使ったわね。いいの？ナナコもダンスやる。それはいいね、僕も見てみたいな、ナナコちゃんのダンス。オッケー、商談成立よ。あんたの才能引き出してあげる。すみません、お待たせしちゃいました。構わんさ、こっちこそ悪いな、レッスン中だっただろ。大丈夫です、先生には断ってきましたので。堂島さんは七子ちゃんのお迎えですか？まあそれもあるが、ちょっとお前に聞きたいことができちまってな。聞きたいことですか？あの後雑誌社を当たって例の集団虚脱症について調べた。結論から言うと当たりだ。どっちかっていうと警察じゃなく医者連中が騒ぎ始めてるところらしいが、ここ最近実際に患者が急増して何人も入院患者が出てやがるらしい。入院？その動画とやらが原因かどうかは分からんし、それどころか全員が別の原因って可能性もある。だが少なくともただの噂ってだけじゃなく、実際に被害者が出てる事件だってことが確かだ。事件？なんか怖いです。すまん、言い方が悪かったな。もちろん事故って可能性も含めての話だが、医者の見立てじゃどの患者も症状は同じ、挙句に高い確率で例の噂が患者の周囲にまとわりついてやがる。詳しいことはまだわからんが、こいつら全部が全くの無関係だとは思えん。それともう一つだ、雑誌社が取材した音声の中に妙な証言があった。妙な証言ですか？ああ、友人が動画を見て引き込まれるとき、同じ部屋にいたって証言するやつがいてな、そいつがはっきりと言ってたんだよ。友達が引き込まれたときにリボンのようなものを見たってな。それってまさか私が見たのと同じ？いや、まだわからん。第一、お前が言うには落ち水たちはそのリボンのようなものに巻かれてそのままどこかへ消えちまったって話だが、集団虚脱症の患者は意識不明になっちゃいるが、れっきとして今も病院に入院してる。そっか、いなくなってるわけじゃないんだ。まったく調べてて気がめいるぜ。とんでもねえ話ばっかなのに、事実として被害者だの一致する証言だのが次々出てきやがる。ごめんなさいです、私のせいで。ああすまんな、つい愚痴が出ちまった。だがむしろ感謝してるくらいだよ。妙な事件だが、お前が話してくれたおかげで拾えたようなもんだ。とにかくその噂ってのについてお前に聞きたいことがあるんだ。はい、何でしょう？お前その噂に出てくる死んだアイドルってのに心当たりはないか？こっちでも調べちゃいるが、同業者ならお前に聞く方が早いかもしれんと思ってな。死んじゃったアイドルさんですか？どうした？大丈夫か、マシタ？大丈夫です。最近時々あるんです、これ。
具合が悪いなら病院へ行け。お前だって体が資本だろ。あははは、はい。でもそのアイドルさんっていう人のことは分かんないかな。せめてどこの事務所の人とか特徴とか分かるといいんですけど。そうか、まあいい。だったらこっちで調べてみるよ。それから今の話はあまり他のやつにはしてくれるなよ。え、何故内緒ですか？人間がリボンに巻かれてどこかに消えましたなんつって、誰がお前を信じる。万が一お前の言うような事件だとしても警察が動くにはそれなりの証拠がいるんだよ。誰かに話して動きづらくなるくらいなら黙って足で稼ぐのがデガってもんだ。わかりましたです。大変よ。先生どうしたんです？どうしたもこうしたもないわよ。カナミ、あんたちょっと。あら、ナイスミドル。すんごいエコノミー。そんなリビトに誘われてる場合じゃないわ。ちょ、すごいのよ。あの子すっごいの。いいから来て、早くこっちへ、カマン。あ、ナイスミドルもどうぞ。ちょ、先生、わわわわわわ。俺も呼ばれたよな、今の。こっちよ。はわわわわ、なんですか、なんなんですか先生。あ、カナミンだ、お父さんも。すまんな、ナナコが世話になって。挨拶も兼ねておったんだが、邪魔じゃなかったか？邪魔だなんてとんでもない。先生がこの入れ込み用ですからね。そうよ。というかこのナイスミドル、もしかしてナナコのお父さん？あ、これ運命だわ。親子揃ってあたしの初をわしづかみ。初をか？先生、普通に心臓とかハートでいいですから。どっちでもいいから見てあげて。この美しくも儚い地上に舞い降りた天使の姿を。ナナコ、いいわね？いける？うん。お父さん見ててね。ナナコダンスできるようになった。な、何？ダンスだと？ナナコちゃんダンスできるようになっちゃったですか。すげえです。ほらカナミ、ほげっとしてんじゃないわよ。ナナコも緊張してるんだから何かアドバイスしてあげなさい。私ですか。とりあえず楽しんで踊るべしです。ナナコちゃんが楽しむのが一番大事ですよ。それわかる。確かにそうよ。さっきも言ったけど、自分が楽しまなきゃ話になんないのよね。うん、わかった。カナミもちゃんと見ててね。もちろん、最前列かぶりつきですよ。じゃあ、行くわね。ミュージックスタート。ほえー、ナナコちゃんのダンスか。うん、何かお勉強になるかもですし、私も一生懸命見ちゃおっと。踊った私の振り付けですか？でしょ？あんたあの振り付けどれくらいかかったっけ？2週間半です。いや、すごいな。さっきの練習も見たけど本当にびっくりしたよ。奈々子ちゃん、本当に光るものがあるんじゃないかな。じゃないかな、じゃなくてあるわよ。私だって驚いてんだから。先生、今のダンス明日までにって言ったら奈々子ちゃん仕上がらないかな？できるわよ。あんた何企んでんの？
ひどいバレようだな。でも、ナナコちゃん、よかったら、カナミちゃんと一緒にテレビに出てみないかい？おい、ちょっと待て。お前、今なんて…テレビ？ナナコ、テレビに出るの？あはん、そういうこと。いいんじゃない？受けると思うわ。おい、冗談はよせ。こいつが本気にしたら面倒だろう。僕は堂島さんのいる前で冗談なんて言わないですよ。明日絆フェスの取材が入ってるんですけど、予定してた子が入れなくなっちゃって、よければ七子ちゃんに協力してもらえると本当に助かるんです。 いかんだろう、そんな急に。だいたいテレビって、いかがわしい番組じゃないですよ。絆フェスの練習風景を撮るだけです。幸いガラミちゃんと仲良くしてもらってますし、七子ちゃんとなら本人も喜ぶと思って。私ですか？はい、ナナコちゃん。いや、もうナナコさんって呼びます。ナナコさんとなら喜んで。変なの、喜んで。しかしな、パパの気持ちはわかるけど、本人に聞かないのは良くないんじゃない？知ってる？子供の才能って8割は親が潰しちゃうのよね。あたし調べで。ナナコ、お前本当にやりたいのか？いいの？いいとは言ってないが、お前の気持ちを聞かんのな。ナナコがテレビに出たらお父さんは悲しい？いや、そんなことはねえぞ。お前がやりたいならって話だが。本当だ。お前がやりたいなら俺も応援してやる。じゃあナナコ、カナミと一緒ならやりたい。ごめんなさい、私ちょっと感動。麗しい父と娘の愛、ごちそうさまです。本当。じゃあナナコさん、今日はうちで合宿しちゃいますか。女子会気分です。女子会する？やれやれ、なんでこんなことになってんだ。あうち、ごめんなさい、私今日は参加できないわ。今夜は制約があるのよ。ごめんね。